皆さん、新型コロナウイルスに負けないよう、3密に気をつけて樹木巡りをいたしましょう。はい、今日も頑張っていきましょう。大田原市役所の隣にあるのが成田山です。成田山の欅、樹齢200年、木の高さが25メートル、目の高さの幹の周りが 5.75メーターと大きな欅です。すごく大きな欅ですね。ここにはあと一本大きな欅があります。で、その脇に譲り葉、県の名木にも指定されている譲り葉があります。天然記念物の譲り葉、ここには千段の木もあるのね。千段は双葉よりかんましって言ってね。でもこっち側の方角には大田原高校があるんだよね。大田原高校といえば U 字工事の2人も卒業した学校だね。この辺は深川地区といって、深川アートスクールっていう美術の学校があって、 U 字工事の福田さんも昔行ってたとか言ってたけど、とても環境のいいところです。市役所の隣にあります。二重寺のキャラ木、樹齢100年、木の高さ5メートル、目の高さの幹周り 0.8メートル、非常に整えられた形が特徴があります。
ここには餅の木と木穀も植えられています。西郷神社の沼杉、樹齢100年、木の高さが 25.9 メートル、目の高さの幹の周りが 3.04 メートル、沼杉という、でも楽勝というふうな呼び方もあって、天然記念物沼杉群生地ということで指定されています。日本遺産西郷神社、西郷隆盛の弟、西郷継一の神社だね。桜の木も植えてあって、緑川原地蔵の夏組、樹齢400年、木の高さは 12.2 メートル、目の高さの幹の周囲が 2.66 メートル、阿波原地蔵だね。すごい夏組の木ですね。枝ぶりもいいですね。
緑色湯前神社の杉並木、樹齢100年、樹高30メートル、目の高さの幹周りが 2.45メートル、杉並木ね、すごくいい感じですね。これね、杉の木がたくさんあって、神社の境内、大正寺の茅、樹齢700年、木の高さ20メートル、目の高さの幹周りが 4.44メートル、栃木県の名木にも指定されています。庄司の茅です。不動院の茅、樹齢400から450年、木の高さが20メートル、目の高さの幹周りが 4.92メートル、立派なカヤの木ですね。まあ立派なカヤの木ですね。450年。ここには立派なヒイラギもあります。
このヒイラギもなかなかすごい木ですね。闇蔵七福神。温泉神社の杉、樹齢400年から500年、木の高さ32メートル、目の高さの幹回り 5.35 メートル、大田原市中野内の温泉神社の杉。すごい杉の大木です。大田原市中野内の温泉神社の杉。すごい大木ですね。この近くに U 字工事の益子拓郎さんの生まれたところがあるみたい。ここから東の方にちょっと行ったとこかな。共存道場跡地の梁切り、樹齢180年、木の高さ24メートル、目の高さの幹回りが 3.85メートル、梁切りの木。針切りは霧のような大きな葉のある、そして針があるので針切りと。センノキとかアクダラとかアマギリとかいうということで、ここは原田善吉さんが教えていた農民道善吉道場の跡地ですね。
大きな木です。栃木県でも、まあ、第一級というふうに言われるほどの大きなハリギリの木です。ここにはモミジの木があったり、イチョウの木があったり、秋に見てもいいと思いますよ。京尊道場跡地のハリギリです。このハリギリのある京尊道場跡地のすぐ近所に森山中の大島美幸さんの実家があります。大島美幸さんのお父さんとは子供の頃このハリギリの周りで遊んだり、ここの京尊道場で夏休みの宿題をやったりもしました。雲南寺三門下の杉、樹齢550年、木の高さが 39.6メーター、 目の高さの幹回りが 5.88メーター、 かなりすごい杉ですね。三門、ここに吉永小百合さんが立って写真を撮って有名になった場所ですね。雲南寺ですから島金蔵さんもこの近くに生まれたんじゃなかったかな。今はお隣の那須塩原市に住んでると思いますけど、雲南寺三門下の杉、すごい杉です。ここは紅葉時期のもみじも素晴らしい、また新緑も素晴らしいところです。